白鷹町でビールの原料の一つホップの収穫体験ツアーが行われました。このツアーは醸造所のある天童市の温泉宿湯坊一楽天童スパ&ブルワリーが旅行会社と協力して実施。東京や台湾などから来た客はまず農家がホップのつるをカットする様子を見学しました。ツアー客の皆さん、今度はつるからホップの花を摘み取っていきます。ものすごい量です。山形県はかつてホップの生産量が全国1位だったということですが、輸入物の影響などで減少。このツアーはそんな県産ホップを PR しようという狙いもあります。こんなに綺麗な色と香りがするなっていうのを今日初めて分かったので、こう発信できればなっていうふうに思ってますので。对，因为知道他们那个饭店呢，有特别跟这个啤酒花的农园合作，然后觉得这个活动非常的有意义，很难得可以看到真正酿啤酒的这个原料，觉得非常的感动。発信力のある人がいるということは、非常にこう地域にとっても個人的にもこうこうエネルこっちもエネルギーがいただけるというかよ。私の作ったホップが喜んでいただけるんだなというので、まあ、私も喜んでおります。来月中旬には収穫したホップで作ったビールが完成する予定です。